今年是中国共産党がチベットに進駐して60周年。ラサでは5月より外国人への観光ビザの発給を停止しています。19日、ボタラ宮の前で行われた記念式典には中央指導者も出席。チベット独立主義者の侵入を防ぐため厳重な警備が敷かれました。トールナンジなどでは狙撃手が目撃されています。情報によると、チベットでは記念式典の準備と同時に大量の警察、治安部隊が動員され、24時間体制で検問が行われています。8月まではホテルの宿泊客も随時調べを受けます。チベット亡命政府のケルサン氏は、厳重な警備体制のもと、喜びの声は聞かれないと言います。整个西藏人民就是中共所谓的解放西藏以后，所有的藏人应该表现出一个很欢乐的气氛，但是恰恰相反，整个西藏拉萨县的布满军警，整个就是大昭寺的屋顶全部都是狙击手，在这样的一个就是说军警严厉控制的这个层面下，整个拉萨根本没有所谓的欢乐气氛。また。チベット人に対する当局の弾圧、拘束、判決が絶えないため、いわゆる大型イベントは当局が作り出したメンズプロジェクトに過ぎないと言います。オバマ大統領は中国政府の抗議を振り切って16日、ダライラマ14世と会談。時事評論家のラン・ジュツさんは、これは米中間の宗教や人権に対する価値観の対立を物語っていると述べます。西藏是它的一个热点啊，当然了，这个因为这种中美之间利益上互相需要的这个成分越来越少啊，竞争的成分越来越多，那价值的交锋越来越多，那么北京它对这个白宫与达赖喇嘛的互动呢，它采取更激烈的行动也就不奇怪。ダライラマ14世は18日、後継者問題に対する北京の関与は許さないと示しました。ノルウェーのチベットの声によると、チベットのナクチュ地区の僧侶が7月6日、ダライラマの76歳の誕生日を祝ったことで、当局に逮捕されました。僧侶の中学生の弟も逮捕されたそうです。新唐人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。